おはようございます。ちなげに近所返しです。おはようございます。はい、ということで、鹿児島に移りまして巨人戦でしたね。はい、鹿児島が6年ぶりですか。青木さんが復帰して1年目やったんですね。あんま記憶なかったです。はい、まあそんなことはさておきね。はい、試合結果が、3対1で、負けですね。はい、残塁祭り、いやー、残塁しまくってましたね。チャンスは何回も作るけどもね、打てませんね。チャンスでなかなかね、もったいない。もったいないというか、惜しい。逆に悔しいっていうかね。まあ全く打てなくてね、出塁も全然できないよりかはマシなんでしょうけど、まあポジティブに捉えますか。打線はまあ温まってはいるんですかね。チャンスで打てないだけで。それは果たして温まってるっていうかちょっとわかんないですけど。はい、先発が小沢くんでしたね。はい、小沢くんが5回ですかね。はい、で2失点かな。はい、まあって感じですね。やっぱちょっと球数多かったですね。まあ三振もね、6つぐらい結構取れてて、ただね、やっぱ球数がもう3回の時点で60球超えてたので、うわこれ今日5回ペースだなってね、もうその時ちょっと察しましたけど、まだコントロール自体はね、そんな悪くないなって思ったんですけどね。ただあんまりだからゴロを打たせれてないというか、あのボンダをねさっさと、巨人打線が結構ねじっくり待って、まあ、三振も取れましたけども、まあ、球数もね結構消費させられたなって感じしましたかね。はい、まあでも、やっぱコントロール自体もそんなに僕荒れてるなって印象はなかったし、やっぱ三振取れてるっていうのでね、まあ悪くないんじゃないかなと。はい、まあ欲を言うならやっぱねちょっと球数があってね、はい、思いましたかね。はい、で次6回投げたのが、宮川投手だったかな。はい、まあ宮川投手もそうですね、ランナーも、出しましたけど、まあ一応無失点ということで、はい、よかったですね。どうですかね。ただその追い込んだ後なんか結構なんだろう、分かりやすいボール投げちゃうっていうのがね、ちょっと制球は甘いなのかなと思いましたかね。まあフォークとかねカーブとかいい球種も持ってるんでしょうけど、ちょっとコントロールがアバウトかなって、はい、僕は感じました。はい、でその次がエスパーダ投手でしたかね。はい、でエスパーダ投手がね、あの岡本選手に、ソロホームランを浴びるということで、いやー岡本選手やっぱきついっすね。また今年もね、岡本和真の恐怖にさらされるのかと。もうヤクルト戦はめちゃくちゃ相性いいんじゃないですか、岡本選手ね。しこたま打ってるイメージあるんですけどね。だと大城選手とかね。もうほんとめちゃくちゃ打たれてるイメージあるのでね。怖いっすね、今年もね。はい、で、まあ、ソロホームラン打たれと、はい。で、1失点ですね。まあ、でもね、僕、エスパータ投手はね、なんか本当に、なんだろう、こっから、しっかり鍛えてって、コントロールもうちょいまとまれば、全然抑えの、素質あるなって感じるんですけどね。まあ球のねスピードもありますし、であのスプリットですか、で腕の振りもね、なかなかこうストレートと変わらないというか、結構ね、まあライデル・マルティネス投手じゃない、そこまではまあさすがにいかないでしょうけど、なんかねいい抑えピッチャーになれそうな気するんですけどね、コントロール磨けばね。もうちょいやっぱちょっとまだ暴れてはいたので、そうっすね、まあ、期待はしたいかなと、はい、思いました。はい、で8回が星くんね。はい、星くんはしっかりまたね無視でやってくれたということで、はい、もうねあの阪神戦、あれを本当に払拭してほしいですね。だからまあ今日はビハインドのね場面で、まあ、ちょっとはね気楽にね投げれたので、無失点できることを、無失点にできたかもしれないですけど、やっぱね緊張した競った場面でね、しっかり抑えてほしいですね、これからはね。はい、で9回投げたのが木澤くんね。はい、木澤くんは三者凡退、ナイスピッチ。
はい、クリーンナップ相手に、しっかりね投げて、で岡本選手にねもう本当にこうやりたいような投球というか、うん、しっかり内角のシュートで詰まらせるっていうねことできてたので、はい、良かったかなと。はい、木澤君頼むよマジで、うん、もう今年中ぐらいにはもう勝ちパー定着してほしいんでね、木澤君ね、うん、期待してますよ。はい、というピッチャー陣でしたね。まあ3失点はまあねようやってる方というかね、うん、まあ、しっかり試合はね作ったのでね、うーん、打線の援護さえあればねっていうね、うん、まあまあまあそんなね噛み合わないっすか。はい、いやまあでもまあポジを言うなら、まあ今のところやっぱ先発がね、まあ結構いろんなピッチャー投げてきましたけど、まあまあ試合はねまだまだ作れてると。はい、で中継ぎもちょっとね、だんだん良くなってきてるのかなと。また無失点でしっかりつなぐっていうのをやり出せ、あ、今日は無失点じゃないですけど、うん、あの無失点で、しのいでるピッチャーがねまたちょこちょこ出てきたかなと。はい、もうちょっと前まで本当ひどかったですからね、もう投げるピッチャーみんな点取られてましたから中継ぎ、うん、もうその時と比べたら全然いいかなと、はい、思いました。はい、ピッチャー陣の皆さんお疲れ様でした。はい、で打線の方ですけども、結局なんだかな8とか9とかかな、ヒットはね。はい、でフォアボールも4ぐらいはもらったかな確かね、うん、なんですけどね得点1ということで、ふぅ、のん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 、チャンスで打てやチャンスで打てよ、チャンスで。はい、まああの初回のね、満塁の場面とかね、あー、サンタナ選手のいい当たりセカンドライナーになっちゃって二塁ランナーオスナが飛び出しててゲッツーとかね、いやーちょっとボーンヘッドというかね、やっぱ基本はライナーバックですよ。まあ確かにこう打った瞬間はねなんかこうあの宇宙間終わるかなって当たりには見えたけども、やっぱりちょっとね、あ、ライナーバックですね、あ、基本ですよ。ちょっとボーンヘッドがね出ちゃいましたね。はい、その後も再三チャンスありましたね。 あれは塩見選手がね、あの竹岡くんが三塁打打った後、うん、三振したとことかね、うん、塩見選手は今日1打席目と最後の打席はねヒット打ったんすけどね、ランナーなしなんすわね。あいやここでじゃない、ここでじゃないんだよというかね、うん、チャンスで打ってほしいんだよねってやっぱ思っちゃいますよね。まあ2安打打ってるんだけどねっていう、チャンスで頼むよっていうね、うん、村上くんは今日フォアボールが3つかな、3つ4つ3つか、はい、3つもらってね、2塁打も打ちましたね。はい、なんすけどね、まあフォアボールなんでね、ちょっとしょうがない部分はあるんですけど、やっぱこうあんま比較はしたくないですけどね、やっぱ岡本選手のね、やっぱこうチャンスで打ってる姿とか、やっぱホームラン打ってる姿を見ると、早く村上くんもね、目覚ましてくんないかなっていうかね、結局ね、ホームランまだ1本も出てないですしね、打点もね、ついてないのか、なんでね、まあちょっとこう、勝負避けられてるっていう気がするんで、ちょっとあれですけど、やっぱこう4番としてね、やっぱりこう打点とホームランはやっぱりねもうちょい欲しいですよね、さすがにね。はい、頑張れ村上。あとサンタナ選手か、サンタナ選手今日チャンスの場面でね、回ってくること多かったですけどね、いやめちゃくちゃね惜しい当たりはしてるんですよね。惜しいんだよ、初回のセカンドライナーもそうだしね、あのチャンスの場面で打ったあのセンターフライとかね、惜しいんだけどねっていうね、うん、まあでもなんかバットのねこの当て感というか、うん、当たり自体はいいので調子はなんかそんなにね落ちたとかではないんだろうなってこう気はしましたね。あのサンタナ選手のこのセンターフライ、センターライナーの時ね、やっぱでも相手の、センターですか、が結構ねあのライト寄りにね、守ってたので、やっぱあのサンタナ選手特有の右打ちというのがね、バレてるなというかしっかり対策されてんだなってね思いましたね。さすがプロ、はい、右バッターだから引っ張るでしょじゃないんですね。さすがですね。はい、で今日調子良かったのはね、長岡竹岡コンビね。はい、長岡くんはね二塁打も打ったし、でヒットライト前も打ったかな。おナイスウォッチ。
はい、もう開幕してからちょっとの間はもう全然打たなくてね、竹岡くん打たないとちょっときついよってね言ってたんですけども、ね、本当乗ってきましたね。うん、でも本当今1番から6番バッターは本当すごい期待できるというかね、うん、ワクワクしますね。はい、ナイスバッティングでしたね。はい、で竹岡くんね、はい、竹岡くんが今日ね唯一の打点を稼いでくれました、タイムリーでしたね。はい、ナイスバッチ。はい、まあ、高めに高めっていうか、まあ、甘めですね。はい、甘めに入ったストレートを、しっかりね、センター返しで、先制してくれたということで、うん、ちょっとほっとしましたね。うん、もう8番のね、セカンドに入る選手はもう誰も打たない状態だったので、正直ね、うん、宮本選手も入ったけど、うん、北村選手も入ったけど、うんっていうね、うん、状態だったのでね、うん、竹岡君本当ね今日はいいアピール、うん、で三塁打もね打ったしね、うん、よかったよかった。はい、あの長岡竹岡コンビがね、うん、早々にというかね、ちょっとこう固まってくれるとねいいんですけどね、うん、本当にでも今日はいいアピールできたんじゃないかなってね思いますよ。はい、ナイスバッチ竹岡君。はい、で今日あとバントとかね結構うまかったんじゃないですかみんな。はい、ムーチョもねいいバント決めてましたし、であと小沢くんね、はい、小沢くんもねバントめちゃくちゃうまかったっすね。うん、なんかもう一発であの三塁方向に決めたバントとか、おおさすがだなと、うん、思うところでございました。うん、だから攻撃はね本当こう得点圏にはしっかり置いてるんだけどね、もう一本っていうのがねなかったのでね、ちょっと悔しいっすね。うん、まあまあね、最初にも述べましたけど、まあ全然出塁できてないよりはね、まだね、なんかワクワクはするんですけど、うん、やっぱ点入って喜んでる姿が見たい。うん、マジで。はい。っていう打線でした。うん。はい。チャンスで打て。チャンスで打てヤクルト。はい。ということで、明日が移動日になるんですか。はい。お休みで神宮に帰ると。いうことで、多分先発が高橋奎二でね行くと思うんですけど、はい、奎二くん頑張ってくれよ前回もねあのいいピッチングしてましたね広島戦でね。はい、なんでねやっぱあの相変わらずというか、はい、いいバッティングを、あ、いいピッチングを、はい、期待してます。はい、打線はねもうしっかり援護して、うん、そうっすね、やっぱりこう村上くんのね、一発がそろそろ見たいな。うん、はい、っていう感じでした。はい、ということで、今日の動画以上にしたいと思います。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。はい、お疲れ様でした。